私たちクルガの民は炎とアルーシャを奉じています。山岳地にある里で暮らしていて、戦士として戦うのが習わしなんです。そんな、私なんかまだまだ半人前で、早くアブたちみたいな一人前の戦士になりたいんですけど。アイゼンシルトと戦士団が戦うことはたびたびあって、半月くらい前もとある代理戦争で抗戦しました。その時の決着はついて、お互い故郷に戻ったんですけど、アイゼンシルトの中隊の一つが現時点でも戻ってないそうなんです。はい、先方の連隊長さんから里に直接問い合わせがあって、アブ、副頭目も心配していろいろ当たっているみたいなんですけど。はい、そうですけど。変なこと言っちゃったみたいで、でもバン様の言う通り、あんまり憎いとかはないんです。それどころか行方不明の中隊の隊長さんにはよくしてもらってて。アイーダさんっていう女両兵で、アイゼンシルトでも指折りの実力者です。私が2年前に戦士となってから何度か敵味方として付き合いがあって、休戦日や合同訓練の時にいろいろなことを教えてくれたんです。私、妹に弟、年の離れたお兄ちゃんはいるんですけど、本当のお姉ちゃんみたいな感じで、年下だけど友達って言ってくれて、大切な人なんです。でもクルガからの捜索隊への参加を希望しても認めてもらえませんでした。まだ13歳だし、里と戦場しか知らないからって。アブが、はい、初めて一人で里を出てバスと鉄道を乗り継いで、アイーダさんの中隊が共和国経由で帰還したのは分かっていますから、行方不明になったとすればこの国の可能性が高いと思うんです。そのバン様の噂は以前里の戦士の人から聞きました。共和国の首都に裏解決屋っていう両兵の相談にも乗ってくれる人がいるって。アルジェムの塊です。これでアイーダさんたちの行方を探してもらえないでしょうか。あ、一応戦士としての報酬で受け取ったものです。その綺麗な装置が一体。
はい、ありがとうございます。